日本の潜水艦は最強と世界でも言われている昨今、中国の最新鋭水中のジョーカーこと096型原子力潜水艦の衝撃事実がアメリカより公表され、その情報をキャッチしました。今回は、そんな中国最新鋭096型原子力潜水艦の性能について詳しく見ていきますね。全米を震撼させる、その能力はそんなにヤバいのか。気になります。海上自衛隊の最新鋭潜水艦は、もっと、ヤバい性能って中国は体験済みなはずだけど、一番ヤバいのは建造能力かもしれませんね。数で勝負そんな考えがあるような。11月15日、サンフランシスコで、バイデン大統領、習近平主席による1年ぶりのアメリカと中国首脳会談が行われました。この会談は、4時間を超す長時間になりましたが、2国で中断している国防当局や軍高官による対話の一部再開を議論したと言われています。しかし、どちらかといえば、台湾周辺や東、南シナ海で威嚇行為を繰り返す中国に対して、アメリカ側が対話を望んだのではないかと推理されているようです。とはいえ、会談では、両首脳とも、本音は絶対口にしませんよね。まるでポーカーゲームのように、相手の主殺を探ったに違いないでしょう。特に、バイデン大統領は、中国側のジョーカーの存在が、ひどく気になったはずです。中国のジョーカーとは、ズバリミサイル原潜です。11月1日、アメリカ軍事サイトは、中国海軍の新型096型戦略弾道ミサイル搭載原子力潜水艦 SSBN の建造が急ピッチで進められていると報じました。これが事実なら、中国軍には、進む094クラス SSBN が6隻に、新たに東急と呼ばれる、巨大な原潜2隻が加わることになるわけです。ちなみに、中国の潜水艦には、歴代王朝の名前が付けられるようですね。東急096型は、中国遼寧省で建造中とみられます。アメリカ国防総省議会の報告によれば、この艦は、進む級の12発から24発に倍増する数のミサイルを乗せる予定と言われています。24発という数は、アメリカのミサイル原潜オハイオ級と並んで、世界最多の搭載数ということになります。核による軍事バランスは、アメリカ、ロシアによる冷戦期以降、国々の対話によってある程度はコントロールされてきたはずです。しかし、現在は、中国や北朝鮮等の急激な軍備拡大によって、そのバランスが崩れ、対話やコントロールが不能な状態に陥っていることは厳しい現実でしょう。アメリカ国防総省の発表によると、中国は現在核弾頭を500発以上保有しているということです。それが数年後の2030年には1000発を超えると見込まれるのです。ミサイル原潜に搭載する弾道ミサイルも大型化し、キョナミ JL-2 からキョナミ JL-3 になると見られ、弾頭は1メガトンの単弾頭または個別誘導弾頭をマックス10個程度搭載するとも推測されているのです。つまり、アメリカと中国のミリタリーバランスが崩壊したと言っても誇張ではないでしょう。そして、この崩壊は、はっきり言って、アメリカの核の傘に依存している日本にとっても、深刻な脅威になることは自明の理ですね。これまで中国の進む級潜水艦がアメリカ本土にミサイルを撃ち込もうとしたらハワイ近海まで進出しなければ届かなかったのです。しかし前述のキョナミ3の射程は約12000km の長さを誇ります。ということは中国の沿岸部からアメリカ全土をほとんど射程に収められることになります。つまりわざわざ危険を冒してまで太平洋中央部に出ていく必要がなくなったのです。これはアメリカのミサイル原潜オハイオ級がアメリカ本土の近海から出ないのと同じ理屈ですね。こうした中国潜水艦の動きをどう見るのでしょう？軍事評論家のある人の意見を紹介します。東シナ海の中国沿岸から台湾海峡までの沿岸部は水深100メートル未満なので、潜水艦が隠れる場所はない。ということは、母港のある海南島近辺から安全に隠れられる水深300メートル以上の海域、
つまり南シナ海まで出なくてはならない。ということは、中国が南シナ海を原潜の聖域化することを意味する中国が、ASEAN などの周辺諸国と対立してでも南シナ海を支配しようと目論んでいるのは、戦略的に重要なミサイル原潜の聖域として、この海域を確保したいという意味合いが強いという分析です。中国が潜水艦の聖域として確保したい海域がもう一つあります。それが尖閣諸島から沖縄本島と宮古島の間の宮古海峡を抜けて太平洋に抜けるルートです。だから、こと尖閣諸島の実効支配を継続し、日本の漁船や海保艦艇を追尾したり、ぶつかってきたりするのでしょう。いずれにしろ太平洋をめぐるアメリカ、中国激突は、陸軍主体ではなく、海軍主体の戦いになるとみられるようです。アメリカ国防省の年次報告書でも、中国海軍艦艇数は、現状の340隻から25年までに400隻、30年までに425隻に増えていくと推測されているとか、惜しげもなく金を注ぎ込んで軍備拡張を続けるだろうと見られているわけですね。一方、アメリカは300隻未満ですから、中国の急速な軍備増強ペースに追いつけないようです。中国は艦隊を大型化し、建造能力もアメリカ以上ですから、アメリカ海軍より優位な立場にあると憂慮しているのが厳しい現実です。アメリカの海軍戦略を大きく変化させないと、中国への対応が難しくなっているのは明白ですね。潜水艦は、海中深空を航行するという元々の性格からして高い隠密性が認められる乗り物です。096型はそれだけにとどまらず、その形も、ステルス性に最大限配慮されたフォルムと思われるのです。ただし、当然ながら、その性能の詳細は明らかになっていません。動力に原子炉だけでなく、電気駆動方式やウォーターポンプ推進装置など複数を採用することによって、ステルス性をさらに強化しているという情報もあるようですが。さて、日本の対潜哨戒網は、中国新型原潜をきちんと捕捉できるのでしょうか？対潜哨戒機 P3C や哨戒機 P1、または、海おのずと連携する米国の音響監視システム、ソーサスなどの水中固定型ソナーもいまいち心もとないようです。従来の中国原潜は蒸気タービンを回す音が大きかったので、海中でもすぐ探知できたようですが、096型はステルス性を備えているので、捕捉できるかどうかについては全くの未知数ということです。前出の軍事評論家の考えでは、哨戒機が単独で原潜を捕捉するのは非常に難関と言っています。まずはソーサスで海中の平常状態のデータを蓄積しておいて、異常な音を感じたら、即、その海域に対潜装備を送り込んで探知する手順になっているそうですが、自衛隊が豊富な海中データをゲットして、対潜兵器を送り込むという2段階を同時にできるかと考えると、かなり厳しいでしょう。その不足を補うために、多機能護衛艦を大量に建造する計画に踏み切ったと考えられます。では、海地が誇る最新鋭潜水艦隊ゲイ型なら対応できるでしょうか？基本的に、日本の潜水艦戦術というのは海峡などに潜んで、相手艦の発する音を探知し、位置を捕捉するというものです。こちら側の存在に気がついて相手が逃げ出したら追跡しなければなりませんが、日本には通常動力型潜水艦しかありません。通常動力型は原潜のようにスピードは出ませんから、相手に振り切られると追尾は不可能ということなのです。そう考えるとアメリカ海軍の原潜に頼むしかないということになってしまうのですが、自国の防衛を同盟国とはいえ他国に預けて良いものでしょうか？もしそんなことになったら、今まで以上の思いやりを予算で示さなければならない羽目になりそうですね。軍事評論家の意見を続けます。中国潜水艦の多くは通常動力型なので、必ず海上に顔を出すことになる。それを捉えるため、アメリカ海軍 P8 哨戒機は、対潜能力に劣っても、無人機と連携して広範囲海域を監視する能力を実装している。中国海軍主力の通常動力型潜水艦に対しては、
哨戒機、駆逐艦で探知、撃破する体制を整えている。が、原潜には、原潜による追尾の対応が基本。ということは、096型を建造して、中国の原潜数が増えると、アメリカ太平洋艦隊潜水艦隊の負担がますます増えていくと考えずにはいられない。アメリカや中国はもちろん、台湾やフィリピンなど、海洋を睨んでの各国の軍備競争は、水面下でますますヒートアップしていくことになりそうです。そして、日本も、嫌が運にも巻き込まれていってしまうのでしょうね。